まだ戦いは続くのだな。城はすでに落ちた。俺は来るべき時を待つにふさわしい頂きで、それを迎えようと、あの日待っていたのだ。かの日からこの時を。鼓動が高鳴る。地を蹴るたびに命が震える。二層を狂う手が燃えるように熱い。見える、我が道の先で待つ懐かしき背中が。聞こえる、終わりゆく時代の声。我が六文銭に宿る戦国を生きた者たちの心の声が。信長様のために働き、この日の本を戦のない平和な国にするんだ。それが松のためでもある。いずれ信長様も認めるため、この私が家臣団随一の解決であると、その時私の願いも成就する。強きに惹かれし心よ、純粋である。天寿郎を手に入れ、神羅万象、ことごとく世の前にひれ伏すがことありぞ。俺が本能に従って生き、そして死ぬ。人であるために私はそれをなしましょう。強きに染めし心よ、気高くあれ。わしゃ何が何でも細く長く生きてやるぞい。我が北条家は不滅じゃ。どこだ、ここはどこだ。俺様は誰だ。誰かいないのか。一人は嫌だ。道に惑いし心よ、安らかにあれ。先を見据え、敵に備えよ。我は覇王、我が拳でこの国の病を打ち砕かん。僕の命を君に捧げる。さあ夢を叶えよう。秀吉様、未来永劫あなた様の左腕となる許可を。明日を守らんとする心よ、永遠なれ雪村。ああ、はぎっておるようじゃな。はっ、この雪村したたかに狂っておりますれば。うん、わしの心はお主の風林火山と共にある。何者をも恐れず突き進め。かっ、心得ましてござる。みっ、徳川殿、これは貴殿が背負うべき荷ではござらぬ。いや、わしは全てを背負わねばならない。でなければ終わらない。新しき世など生まれはしない。新しく生まれた世を汚さぬために、古き時代の汚れはこのわしが全て抱き、メイドへ持っていく。渡さぬというなら奪うまで。わしには罪を重ねる覚悟ができている。渡せぬが伝えてみよう。天下人たる貴殿の悲しき覚悟に応えて。伝える？お前がわしに何を伝えようというんだ。ただ一つ、人の強気を信じる、その心を。人の強気だと？お前は人が強いとわしに説くのか。それは間違いだ、サラダ。人は弱く、儚く、脆い。確かにお前や信行、信玄公、信長公、秀吉と信じるに値する強さを持った者もいるだろう。だが他の多くの者は違う。力に屈し、思いに惑い、簡単に道を誤ってしまう。
わしも同じだ。信行や家臣たちとの強い絆がなければここまでたどり着くことはできなかった。そうともさらだ、人は弱い。だからこそわしは人を強い絆でつなげている。お前が伝えてくれた人の強さ、わしもそれを信じてみよう。お待たせいたした、兄上。ああ、随分と待った。親父殿がお前を待てと言った、故に待っていた。兄上は親父様との約束をしかと果たされた。なれば次はそれがしの番にござる。お聞きくだされ兄上。父正幸がこの雪村に託した兄上への言葉を。背中を追うな。前を行く者の背中を追わなくてよい。誰かの後ろ姿を探さなくてよい。雪村、俺は立ち止まることを恐れていた。お二人とも立ち止まることなく道を大股で急がねば、最も恐れる者に追いつかれてしまう。それには何者も打ち勝つことができない。信長も秀吉も信玄公も親父殿もそれに敗れた。死だ。俺は死を恐れていた。いや、何事もなすことなく道半ばで倒れ消えゆく、それを恐れていたのだ。故に俺は先を行く者の瀬名を探し求めた。決して追いつくことのない後ろ姿を。だが俺の目に映るその姿はいつしか己の恐怖が生み出した幻へと変わっていた。愚かだな。俺には誰の姿もどのような景色も見えてはいなかったのだ。しかし壮絶に燃えたぎる赤い炎のごとく、熱く強くまっすぐに天へ向かって立ち上る。それが幾百年の後も人々の魂に刻まれ続ける。